こんにちは、なべさんでございます。今回も開封レビューでございます。今回はこれだ、スバル360ですね。こちら長谷川さんのね24分の1のキットになっております。このねスバル360の方は再販という形にはなって、まあ、こちらにねお姉ちゃんがついて再販されたという感じでございますって言いそうなんです。ございます。こちらがなんでね旧キットのままという形になってるので、まあ、今回はね開封レビューという形にはなるんですけれど、まあ、実際に作る時にね、まあ、やっぱり時代を感じる雰囲気になってるんじゃないのかなと思います。うん。まああとね実際作る時なんですけどね、皆さんね長いお付き合いの方はねご存知かと思われますが、私このお姉ちゃんが作れないのでねフィギュアはね難しいんですよ。もっと大きければいい練習にはなるかもしれないんですけれど、こんだけ小さいとねちょっと厳しいかなという、まあ一応ね隠れてこそっとね作ってみていい感じであればアップしようかなと思うんですけれどね、まあそういったことをねやっていこうかなと思いますが、ちょっとね今すぐはねちょっといろいろ立て込んでおりますので作れないので、まあでもね中身は気になりますのでねしっかり見ていこうかなと思います。では早速見ていきましょう。はい、それでは中身を見ていきましょう。パッケージはね大きくするとこんな感じでございます。まあ車がね古いだけあってお姉ちゃんの服もちょっとこう時代を感じるような服ですね。では中を見ていこう。あ、パッケージちゃんとねお見せしていこうかな。まあ表ねこんな感じですね。リミテッドエディションって書いてありますね。まあ完成はこんな感じになりますよというふうに載っております。いや絶対にお姉さん濡れない、無理だ。まあどうしてもこれを見るとね黄色に塗りたくてしょうがなくなる感じですね。さあどうかな。おお、なんかすごくシンプル。まあちなみにね私開けるの初めてでございます。言葉を失う。お、なんと花柄までついてる。すげえ花柄ついてんだ。ふーん。デカールはこんな感じですね。まあメッキとかまあその辺はいつも通りな感じかな。んだね。まあいつも通りな感じですね。で、クリアパー、ボディが小さい。ボディが小さい。見てほら。めちゃめちゃ小さい。ああ、考えられねえぐらい小さいな。まあ24分の1っていうとほんとこんなもんなんだろうな。まあもともと小さい車だからな。うわあ小せえなこれは。ではねちょっとパーキングラインをね見ていきますかね。どんなんかなって、まあね目で見て分かる範囲のねお話なんですけどね、パーキングラインはあらら意外とここしかないのか感じだな。ちょっとライトよし。ああここにもあるねパーティングラインね。あとここか。まあ大体普通な感じである感じだな。まあ別にそんな大した問題じゃないけど、うんいい感じ。次わーパーツ少ねもこんだけだ。でまあ普通にパーツがあって、クリアが綺麗だ。あ傷がある。まあいいや、こんな感じですね。あ、そう大事なこと言うの忘れてた。今回ねこちらね橋本さんからキットをね提供していただきました。いつもありがとうございます。こちらですね、天井がこうなってて、これがリアの方まで引っ張られてるんだ。キャンパストップっていう言い方で正しいのかな。まあこれが布調でこうね開くような感じなんですけど、本来ね実写はまあパーツも少ないわって考えると、まあ非常に作りやすいキットかなと。説明書も見てみると、まあすごい。でもあれなのかな、当時の説明書からだいぶリニューアルされたのかな。多分すごく見やすくなってるんだろうな。まあ当時のやつを知らないからね何とも言えないですけど、結構古ければ古いほどちょっと若干手書き感があるような感じのねやつだったりするんですけれど、そう考えるといいな。だけどこのこのさ接着剤マークがすごいよねこのマークね、懐かなんか昔はだってこういう接着剤だったもんね。こういうさね銀色のねあれ入ったさ、もっと古くなるとねあの袋みたいな醤油が入ってるような袋だったりするけど、へえなるほどね、こんな感じね。まあでも手軽に作れるんじゃないかな。そうめちゃくちゃね派手なパーツが多いわけではなく、こうやってみるといいよね。こうもうだいぶね自分としても慣れてきたせいか、こんだけさっぱりするとパッと見てこうさ作る工程がわかるかな。こうやって作っていけばいいかなみたいな。なるほどね。あんまりね車両自体に詳しくはないけれど、やっぱりかっこいいな。人形の組み立ても一応載っております。ああレジンなんだ。へえレジンなんだ。お姉ちゃんはレジンなんだ。へえレジンだそうです。ここかね、レジンパーツは瞬間接着剤で組み立ててくださいってこと。ってことはレジンなんだね。へえなるほどね。一応肌の色の割合もこうやって書いてあるんだね。キャラクターフレッシュ1と2をまあ6対4で分けてくれという感じになってますね。人形がな色塗れる人はすげえなと思うな。ただこれ今パッと見て若干面倒くさいかなって思うのが、シャーシの色がねツートンになってますね。33と3番とで塗り分けてくれ。3番は赤だったような気がするな。うんそうだね。33は艶消しブラックだね。なるほど。一応そこは塗り分けてくれというふうに。まあ大体ホイールハウスの中はねボディ色っていうのが大体どんな車でもそうだからね。なるほど。まあという感じでございました。ちょっとさっぱりした動画になってしまったんですけれど、戻しながらもう一回見てみましょう。そうかレジンなんだ。ホイールとかその辺を見ると割とあれだな、なんかやっぱり古いキット感っていうのは出てるな。ハンドルも2つある。なぜだ、まあごめんなさい。このやっぱり、まあ、車両が小さいっていうのもあってね、24分の1にすればもちろん小さいんですけれど、まあこれ結構ねジオラマとかやって遊ぶ方は多いんじゃないかな。画像投稿いただいた、ね、方でもねやっぱこれを作った方ねいらしたんでね、いいなって思うな。メッキの感じ、まあせっかくだから中見るか。ちょっとねデカールね、メッキパーツはこれがタイヤか。この黒いのはあ天井に貼るやつかな。ああなるほどね。キャンパストップ用にみたいなさ、その辺をこだわってんだな。まあメッキは綺麗だね。ただちょっとこれこのままメッキこういう風にやっておくと擦れて傷みそうだから、この裏にやっとこう。ホイールはね紙の下にしとく。なんかねメッキパーツとメッキパーツ擦れてなんか傷がつきそうでやだ。こうやってやっとけばつきにくいかな。いい感じだ。いい感じだ。悪くないね。いいね。なるほど。なんか見た感じクローム感が強いような、なんだろう、濃いメッキだな。暗めのメッキっていうか、あんまり明るいメッキじゃない。まあ逆にそれがいいんだけどね。まあという感じでございました。ではね、またちょっとねその時が来たら作っていこうと思いますのでね、その際ねまた見ていただけたらと思います。ではまた。